オスマン帝国のムフティ・ムフティとは、シャリアの解釈と適用に関して、意見を述べる資格を認められたイスラム教の宗教指導者であり、一般的にファトワを発行する資格を有する。ウラマーの中でも上位に属する人物が、ムフティとなる。実質的に、ウラマー集団のリーダーとなる役職である。シャリーア法廷のカーディは、判断が難しい問題に判決を下す場合に、 ムフティの意見を求め、ムフティは必ず文書で意見を提出する。この文書をファトワーと言い,い、カーディはファトワーに基づいて判決を下す。このため、ムフティが示した公式見解であるファトワーは、シャリアにおいては判例のような役目を持つ。カーディ以外にも国王や政治家、行政官、個人などもムフティにファトワーを求めることができる。ムフティは、 オスマン帝国で官職として各州、地区、都市ごとに任命された。首都イスタンブールのムフティはシェイフルイスラームという最高位の地位として権力を振るっていた。ムフティはカーディーと違ってイスラム法学に秀でていれば女性や奴隷や身体障害者でもなることができた。実際にサウジアラビアの大ムフティであった。 アブドアルアジーズ・ビン・アブドゥ・ダービン・バーズは20歳の時に失明して全盲であった。ムフティはムスリムの多い国やシャリーア法の国ではムスリム州務局などの行政機関の長屋要職についていることが多い。シャーリア本来のシステムとしてムフティになるための試験や選挙などはなく周囲からイスラム法学に秀でていると認められている人物が自分はムフティであると宣言して周りから 反対意見がなく、周囲のムスリムから認められれば、ムフティになれる。ムフティに限らず、イスラムにおける養殖は、基本的に事前が、周囲から承認されることによって成立するシステムとなっている。極論してしまえば、小規模団体のリーダーがムフティを、自称してその小さな集団内部で認められれば、ムフティになることもできる。ウサーマ・ビンラーディンは、このような事情により、 ムフティを自称して、ファトワを発行している。しかし、現実には、多くの国で、オレンブルクムスリムシューム局などのように候補者が、選定された中から政府によって任命される場合や、ウラマーの集団の中で選挙が行われるなどの、ローカルルールとしての選出システムを持っていることが、大半である。国によっては、このような公的な組織によって選出されたもので、なければ、 ムフティと認めないことも多い。ありがとうございます。